ルクセンブルク語は、ルクセンブルクの国語、公用語の一つ。ルクセンブルク語は、もともと西ゲルマン語群に分類される、ドイツ語のうち、中部ドイツ語に属するモーゼル・フランケン方言の一方、ことである。ルクセンブルクではドイツ語系の言語が話される一方で、フランス語の使用地域にも近く、法令などの公文書には主に、フランス語が使われ、日常語としてはドイツ語が、 一般に使われる。このルクセンブルクで使用されるドイツ語方言を国語として整備したのがルクセンブルク語である。1984年にルクセンブルクの公用語として採用された。ルクセンブルク語はドイツ語の単なる一方ことではなく語彙などが異なっている。フランス語由来の外来語を多く含むのがその理由の一つである。 通常のドイツ語を会話する者がルクセンブルク語を理解することは比較的簡単であるが、フランス語の影響のため、それを適切に話すのは難しいと言われる。ベルギーのルクサンブール州アルロン領政区トリエ樹州、ブルクロイおよびザンクトフィート周辺地域、フランスロレーヌ地域圏も、ゼル県北西部、ドイツラインラントプハルツ州西部のビットブルク、トリイア周辺地域で使用されるほか。 米国やルーマニアのトランシルバニア地方においても、これらの地域からの移民によって使用される。和者は全世界で30万人である。なお、日本語の文献では、原音に近いレッツェブルグ語あるいは単にレッツェブルギッシュ、などとして紹介されることもある。現代の自然言語としてのドイツ語の方言地図、標準ドイツ語の基礎になった中部ドイツ語に含まれる。ルクセンブルク語は、 多くのフランス語を借用している。例として、バスの運転手を指す語はバショーファーであるが、これはドイツ語ではバスファダーソラーであり、フランス語では、ショーファーでバスである。いくつかの語は、標準ドイツ語と異なるが、ドイツ語の方言に対応するものがある。例えば、ジャガイモは、グランプリン、ドイツ語ではカートフファローン。他にルクセンブルク語特有の語もある。ありがとうございます。